トイレはみんな一人。ああ。ちょっと。やばい。よいしょ。危ない。マイクが分解するとこだった。ん？無線な。頑張ろう。私は、頑張ろうよりは、地元タオルの方が好きだった。じゃあ、ちょっと。ん？画面黒？なんで？あ、ボタファイ持ってたからか、今。ちょっと待ってください。よし。絶対聞けないよね。やっぱ。座れよ。中企業なんだ。うん、よいしょ。すいません、私はポタファイをトイレに持って入りましたね。ポタファイをトイレ持ち込みしたので、すいません。で、今ここ出すために、まあでも結婚しないと人類がそもそも増えないっていうのはあるけど、すいません、ポタファイ持って入りました。で、あ、今ここまだ生きてた。うん、同じ。よし、さてじゃあ行かなきゃ。やべえ、もう3時になる。忘れ物は、放送に関しては忘れたらその時点で放送止まるから分かるはず。ネクサス、1キュッパでしたっけ、2キュッパでしたっけ。なんかここで美味しかったとか、美味しかったとか、面白かったとか言う前に、また お金落とした、落としたで今言いそうになった。なんて上からなんだ。というわけで美味しかったです。うん、自転車デート。あ、でもこの辺りも目の前にまだあれが残ってるんですね、部材が。さて、自転車デートしたいな。自転車デートいいですよね。うん、家が建てたとこだと思います。バイク番組で橋桁、あ、あの橋もなんか壊れたままなのか。タンデムは蹴った。ビジネスパートナーなんだ。編成の森港、気仙沼。もうすぐ3時、日暮れまであと2時間しかない。残り距離は30何キロだろう。まあこれは7時コースだな、夜。あんまり焦ると事故確率上がりそうだし。あんまり自分をせかさずに行こうかな。2時半ごろ、5時にはもう暗いです。あの日暮れですね。ジェットストリーム。前何でしたっけ？海外の、ああ、あった。今みたいな段差でクロスバイクじゃダメなんだよな。
マウンテンバイクのフロントシャツ付きに慣れてるもんで、ここまでハンドル揺らされるのにショックを受ける。そう、気仙沼までです。坂多いです。ん、イチャイチャジェットストリーム、そういうのもですね。そう、私マウンテンバイク時代には全然気にならなかったアップダウン、あのデコボコがこんなに来るなんて、この間大だるみ峠下ったあたりからあの気がつきました。日暮れももう5時切ってますよ今。私は前札前提にあの下りのスピードとか、あと、まあ、スピードとそんな出してなかったですけどね。あとあの上りの時に立ち漕ぎがあのフロント札前提の立ち漕ぎになってました。いつの間にか、いつの間にかって最初からそうなんですけどね。なもんで今あの立ち漕ぎが続かないんですよ。だからフロント札だけつけたくなってきた。まあでも自転車乗りの多分今半分以上はフロントサスなしで走ってるんだろうから、そう、立ちこぎがなんか全然ダメになっちゃって。まあでも立ちこぎの件はさすがに体の方が慣れればなんとか なりますよね。リアサスは確かにそうですね。パークイベントは今日はないと思うな。何パーセント、うん、オーロス少ないとは言うんですけど、どのぐらいなのかがなんでそんなパンクさせたい、わかるけどわかるけどパンクしませんよ。フラグ立てない程度に反応しておこう。あんまり反応するとフラグ立っちゃうから。このフラグっていう表現は今の世代全部通じるんですかね。スピーカーの音量ちょやや小さめかな。でも結構聞こえます。何、うん、あ、仮設住宅だ。住宅というかなんか小屋だ。ハウスが動いてる。暗くなってですね、今んとこ私じゃないかな。でもそれはカメラの影、黒い影、そうだそうなんだ。確かにちょっと近かったかな今のは。車が、車って確かジャッキと交換タイヤがあのトランクの中に入ってるんでしたっけ。いや今対向車あったんですよちょうど。なので別にあの不当に破滅されたっていう気はしなかったです。あ、このファミマはあの生き残ってるファミマだ、元のまま。あ、これさっきのトラックか。あなたに便利っていう、駐車場は都会が狭すぎるんですよ。ウェアはアンダー半袖、ジャージ半袖だけです。あと足はあのタイツ長、あのタイツプラス短パンです。標高今は20メートル。一応路中か。今一瞬下ったけど、また平地になってるな。宮城にセイコマは見たことないな、覚えてる範囲では。風はまあ吹いてないです。あ、そう、自動灯ないんですよ。あれは NME っていうアンドロイドのやってる場合だけじゃないかな。PC でもできるのかな。私はアンドロイド配信にしたいけど、マイクを頭の上につけられ、あ、マイクじゃないや。ヘルメットでもない。
ウェブカメラを頭の上につけられないのが、自分の視線にできないのが不満なんですよ。それ諦めて GoPro だけで録画してるっていうのはいいかもしれないですけど、そうなるとまたややこしいです。その自転車のハンドルを動かして、ほらこれっていうふうにそっちの方向けたとして、ヘルメットの上の GoPro はまた別の方向いてるんで、今んとこほぼこの自分の視点っていうのが Android、 隙が。そうするとヘルメット重くなるからな。ネクサス7はどうでしょう。ネクサス7、あれにカメラが外付けできればいいんですけどね。今のところ理想的で、これができたらいいと思ってるのは、アンドロイドで枠取りと延長と米読み上げやって、で、GoPro とライブシェルプロっていう機材を使って映像と音は流すっていう、それができたらいいと思うんですよね。そしたら PC よりも省電力出した、実際に消費電力を計算して足してみたんですよ。そしたらアンドロイドライブシェル GoPro の組み合わせの方が、今の PC プラス GoPro よりもおそらく省電力になる。ライブ接続のカメラないんですかね、アンドロイドは。そもそも USB 端子があるもの自体が少ないですよね。ネクサス7は確か SD カードすら読み込めなかったような。何の機材、あ、でもそういう機材を、便利なものを作るっていうんだったら、そのライブシェルっていうのを作ってる会社もちょうどそういうポリシーなんですよね。ものづくりの電子工作。アジモ、端子、USB 端子あるんでしたっけ、Android って端末って。まあただウェブカメラつけられるのは見たことないですね、確かに。ロボさん、カメラ GoPro に変わったの？今、いや、この本身はウェブカメラのままで、ウェブカメラと同時に GoPro 頭の上にくっつけてます。そうね。あ、そうなんですか。あ、まあどっちにしろウェブカメラを外付けできればっていう話があるので、そう、頭が重くなってしまう。 iPhone5 はあんまり変わらない感じ、使い勝手は。重たくなるときは重たくなりますね、アプリは。今日は気仙沼止まりです。大鍋屋本館さん、 iPhone 買いました。条件っていうのはどれの話だろう。 そう、 iPhone 5は、あ、そうそう、最近ハンズで GoPro 売ってましたね。プロモーションビデオ流してた、横浜のやつで、横浜のハンズで、あとなんだっけ、その次の質問も1個覚えてたのが忘れてしまった。ほんと細かいアップダウンが多い。なんかトラックが多いね、カチカチ。トラックまだこの辺り下の方があんな状態だったから、GoPro は子供の運動会には多分使えないですね。子供にくっつけるならともかく、望遠ができないから親御さんが遠くから撮ることはできないと思います。今立ちこぎはしてませんでした。大丈夫というのは、母いうのが問題だとしたら、それはいつものことなんで大丈夫です。
登山してください、うん、GoPro 登山やってる人いるのかな、どうだろう。お腹すいたんで何か食べてください。食べてもうとトトト道が盛り上がってる脇の方が、これは立て直してますね。あ、この辺も火がやったみたいだ。看板は今どれのことだろう。あ、あと27キロ。はい、6キロハンディかな。今これは国道45って書いてあります。ダイビング。新しい GoPro は最初からダイビング用のハウジングがついてますね。今の現行の GoPro だと、ダイビング用のハウジングじゃないと、あの標準のハウジングだと、水の中ぼやけてしまうらしいので。気温。回したときは本当暑かった。今度って何の話ですか。あ、駅どこにあったんだろう。今駅ありました。今度は祭りの日にちだ。GPSだと祭りの日にち。今度は大丈夫だと思う。あ、本当だ、1個通過してますね、駅。気づかなかった。母です。日没までにはちょっと無理ですね。おかへるさん、ホタテパワー美味しかったな、あれ。距離は27キロだった。お母さんというわけではないですけど、夕方の雰囲気はなんかキュッときますよね。キュッと。旅出ると、あの残り日数気にしなきゃいけないっていうのは結構めんどくさいですね。気温ですよね。自転車で走ってないのは長崎県です。行ったこと自体はあるけど。この辺は元のままですね。標高は50メートル。ユニクロフリース持ってますよ。あ、ユニクロフリース持ってきたっけ。まあなくてもなんとかなるか。飛ばすだけだし。私は気持ちよくまでなってない。その境地に達してない。あ、ここにも仮設住宅ありますね。やっぱりあのサイズは S で買って、上に重ね着してでも出っ張らないようにしてます。今長崎じゃいないです。なんで、なぜ今いることに。今思わず今いるのは宮崎ですって言いそうになった。今いるのは宮城県でございます。
うん、何がどうにかならないかって。今のは何ですか？今のは私のこのっていう声作りのことだったらちょっと勘弁してください。これ我慢するのはちょっときつい。やっとそう、まあ、汗かくほど長くは登ってはいないんですけど、数が多い今日は。宮城と宮崎、いや私は九州人としてそこまで間違わなかったです。気仙沼くるみゆべしは私は猪苗代で見た覚えがありますけど、いや違う、猪苗代じゃない、裏磐梯だ。うんうんってやっぱり声作りのことですよね。私はもうタバコは今一本も捨てませんから、というわざわざ誤解するような言い方をしてみるテスト、してみるテスト。気仙沼市に一応入ったけどまだまだ。高台にみんな仮設住宅ありますね。禁煙失敗した。禁煙、そう、私はタバコの下を知らないからまだ、そう、喉に絡むんです。イエス、喉に絡みます。ああ、この辺も、うん、うん、長くなってきております。タバコバージン、タバコバージンって言い方するかな。うん、この辺りはもともと家が建ってる場所が少なかったのかな。そう、太陽まだ沈まないでくれ。今のあのサイクル野郎っていう漫画の一場面を想定していった言葉ですよ。パイプタバコってどうなんでしたっけ。あの毛糸がぐるぐる回るやつかな。この辺りって結構東ですからね。東、うん、あ、日が暮れる話ですね。海産物、私は気仙沼ではなぜかマグロ食ったんですよね。マグロ三色丼かなんかって、あの店が今あるのかどうか。最初なんかグランドホテルにのレストランに入ろうとしたら貸し切りになってて。今日は泊まりですか。今日泊まりです。気仙沼といえばフカヒレ。あ、そうそう、フカヒレは食べてない。何の基地？あ、遠洋漁業かな。遠洋じゃない、遠洋漁業だ。遠洋してどうする。遠洋漁業、自分で泳いで行って。高速自転車は部屋で分解して箱に放り込んであります。今日は気仙沼まで。やだ、脇になんかマグロとか抱えて泳いで帰ってこなきゃダメですね。あるいはマグロ推進力にして。宿配信は、まあ、多分できるかな。前は確か宿配信してなかったんじゃないかな。マグロ食い配信もやって、部屋に戻っては配信しなかったような。あ、そうそう、この辺鉄道ありますよ。今まだ復旧してないけど。あ、さっきの上、あれは鉄道じゃないと思います。ん、おすすめが何でしたっけ。
あ、配信者の方は知らないです。泊まりは一応旅館の範疇になるのかな。民宿か旅館かってあたりです。かなり危なかったんですけど、一応一家の皆さん全員無事だったんじゃなかったかな。ですね、なんだっけ、大鍋屋本館っていう宿名で、宿名とあと津波で検索すれば出るのかな。うん、明日はもうあんまり持ちサミットっていうとこ行って持ち食うのがメインなんで、何人のタンデムって2人のこと指すんじゃないんですかね。立ち食い入りました。持ち今 FMLE じゃないですからね。小泉というところでは多分ないと思いますけど、そうなのかもしれない。なぜから何の絨毯。あ、今のルートは別のルートです。全く同じルート通るか、それかあの海沿いの今日みたいなとこ通ろうか迷ってでこっち行きました。だからこの辺り比較はできないです。まあ来てないので。でも気仙沼は一応比較できる。もうスタメットありますよね。バリエーションがすごい。全然なんかコンセプト違うから、みんな眠い。どうだろう、トラックどうなんでしょうね。土日だけど長崎餅とかまたと思いますよ。うん、でもイベントだからいい。え、何ですよねって。あ、そうそう、納豆餅。あれはどういうやつだったかな。餅サミットよく読んでください。あのサイトを検索してよく見てみてください。第1回でございます。だから今日やった分は本当に初めてだからかなり混乱あったじゃないですかね。ツイッターで餅サミットで検索すると、ひらがなの餅にカタカナのサミットで検索すると今日どんな感じだったのか多分出ます。今日は気仙沼の宿に泊まります。前泊まったとこと一緒のところ。長崎さんって誰？最近は寝不足で日中に熟睡するらしいから。ああ、そう、夜熟睡できてないってのあるらしいですけど、どうなんだろう。ん？何と見た？ああ、こっちも。ああ、ここも来てますね。オバマ大統領。オバマっていうところは山陰の方にありましたね。3時22分か。日暮れまであと1時間半。私はあんまり急な下りとか長い下りでなければ楽でいいですけどね。あ、小泉だった。すいません。小泉中って書いてあったから今小泉です、ここは。失礼しました。本当に小泉だった。てっきりなんか別のネタの話だと思って流してたんですけど、本当に小泉ってとこなんですね。わあ。
うん、5時でも日暮れですからね、こっちは。うわ、地元すいません。そうそう、これは線路の架線かな、鉄道かな。鉄道っぽいですね、この細さから行って。あ、多分そうだ、切れてますね。うん、やられてますね。うわ、こっちはでもこれは多分撤去したんですよね、壊れかけたのも。グローバル化してたっけ。これ新しいですね。あ、単線。うわ、またあそこで登ってる。あと何回アップダウンがあるんだろう。いや、これ多分橋桁以外のところは取っ払ったんじゃないですかね。いきなりこんな綺麗にすっぱり流されたんじゃなくて、多分。あと向こうの方にもまだ撤去されてない建物みたいなのがありますね。怪獣、怪獣っていうのはこの近くのことですよね。ここは埋め立てるというか、なんかどうなってんだろう。すごいなこれ。これ多分河川敷のとこじゃないですよね。海水のそんな感じなんですかね、これは。作業してるしてる。うん、テリトリー。ああ、そこら辺歩いてる人なんかも、身内の人とか近い人が亡くなったりしてる人いる、多いんでしょうね。ガンタンクは普通、この辺り本当砂ぼこりがすごいな。木の下の方、塩害で枯れてるね。あ、塩害で。もっとすごくなるよ。砂ぼこり。砂ぼこり。今見てても確かにこの辺りかな。うん、いや2年前ここ通ってないんですよ。2年前どっから覗いてたんだっけ。やっぱり、あの、
番組名に地名が入ってるからかな。前海沿い出たのはどの辺だ、もう少し先ですね、あと 2,3 キロぐらい先で2年前アスタルートに合流。うん、どこから砂ぼこり、あ、わかりました。基本的に海沿いの方がもともと海路で海運で栄えてるパターンがあるから、山の中より海の方が人多いですよね。生き残りのセブンイレブンだ。背中に風来ると、だって母言わなきゃ窒息するから。まだまだあります、あります。っていうかもう土台だけがあってしまった家が立ちな、家の跡が石巻までは横浜線、東海道本線、東北新幹線、もうあれなんだっけ、奥の細道、湯の道ライン、違う違う、奥の細道、湯の里ラインか、奥の細道湯の里ラインで石巻線で来ました。ふるさと銀河線とかよりもはるかに長いよあれ。奥の細道湯の里ライン。ごじゃる。サル。コンビニでも多いですよね。残ってるところもあるし、仮設で始めてるところもかなりある。時間半、鉄道まだなんですよ。この辺りで一番近い復旧地点は気仙沼か、あと石巻。海沿いがかなりダメになってて、内陸から海沿いに出てくるところの線でアプローチできるだけです、鉄道的には。なんか西日が妙に暑くなってきた。バスの方が便利だと思う。バス、海岸沿いの鉄道はダメなんだよな。海岸もそうそう。冬に？え？海鮮？今日は縁ですか？縁。なんだろう、今日は天気の話じゃないよな。あ、広島の牡蠣もありますよね。宴、今日は宴ですか、夜騒ぐかってことかな。一人宴ですけど、20年。この後もありがとうございます。あ、牡蠣が、あれ牡蠣だけ、牡蠣ですよね。海の方は果物が牡蠣。暑さ、電光掲示板になんか必ずと言っていいほど頑張ろう東北って書いてある。私はなんか内臓系が苦手で、牡蠣もそんなに得意ではないですよね。大好きってわけではない、食べるけど。あ、20キロ了解です。日暮れまで1時間半。
アップダウンは結構ここまでにもこなしたはずだから、どうだろう、明るさが少しでも残ってるうちつくかな。あ、小さいんですか。津波の場合って海の中どうなっちゃうんですかね。全部ごっそりずらされてしまうのかな。焼きホタテ本当美味しかった。あんな感じなんですね、焼きホタテは。うん、ありがとう日本。そう、あ、松島湾、あそこユースホステル、前泊まったユースホステルあるんですけど、あそこ実際亡くなった方がいたみたいで、今やってないんですよね確か。建物も損壊しちゃったし、前行った時は小学生だったかなのバスケの団体かなんかが来てて賑わってましたよあそこは。ペアランツさんも結構若い人じゃなかったかな。そもそもユースホステル自体が景気いいとこじゃないから復旧するってのは難しいですよね。とか言って今復旧してたらどうしよう。あ、もうすぐだ。あそこの定時路が多分去年、あ、2年前に走ったところのルートと合流するところ。え、来ないんですかあれ。でもユースホステルは大被害を受けたらしいです。あの人的損害もあるのあったのでとかいうふうに書いてあったし、これか前出てきたところは。出身はどれになるんでしたっけ。私自信がなくて答えられません。岩手でしたっけ。イーハ東部。花巻だっけ。花巻ですか。ユースはもともと確かドイツ発祥だったはずです。夜は縁でなく女さんの最地トーク、うん、なんかそういうのやるのもちょっと迷惑な感じもするし、その手のなんかあの雰囲気を壊しちゃいけないみたいな状態が私苦手なんですよ。うん、このファミマは無事だったところですね。さてここから前来た時と比較できるはずだけど、大谷海岸駅、大谷海岸駅っていうところで前ラーメン作って食った。あ、もうすぐですかね。あそこも確かだいぶ流されちゃったんじゃなかったかな。大谷海岸駅に暗くなったらちょっともったいないなと、比較できないなと思ったんですけど、これなら間に合うかな。連絡はしすぎやろ。はしすぎ。2年前の放送。結構か、うん、ゴーラーメンをその駅の駅舎の隅っこで作ってきたんですよ。駅舎じゃないな、なんて言うんだろう、まあ外側のコンクリのブロックの上で。2年前の放送はビメオっていうサイトにあります。ビメオ、ですね、私のホームページをロボさんで検索して、私のロボさんという文字列で検索すれば私のホームページが上の方に出てくるので、てっぺんじゃなかったかな今は。で、それのホームページの第二世代動画っていう、トップページから入る第二世代の動画っていう中に2年前の動画あるはず。そこからビメオにリンクしてます。
あ、電波大丈夫ですか。三台何何かね。三台地。三台目かな。あ、今下ってました。あ、ありがとうございます。よしよ。ホテルに行って断られてっていうのはどこでしたっけ。あの宿が取れなかったところかな。あ、動画。その時の写真はあれはあの忍者だった時代の写真ですね。私が忍者時代、私の忍者時代。よいしょと。トラックが後ろから抜けないパターンが多いですから。忍びか。窓開けてるとこっちもだいぶ空気涼しくなってきましたよ。小金沢駅、トラック多いですね。土曜日は宿泊料。あ、ちなみに今日はあの素泊まりで6000円台なんですけど、違う、朝食付きで6000円台か。前より高いんですけど、それはそれで OK。 どんな人かわからないけど、他の生主さんとやたら関わらせようとするコメントを私警戒して敬遠しますから。寛容？そう、いい値段は多分前より今上がってるんだと思うんですよね。本当に生主さん同士の人間関係を、時代を楽しもうとする人が多い。この人はこの人苦手とか、それでの芸能情報みたいなもんですね。やっぱり私芸能界にはこれっぱかりも興味がなくて、だからテレビ見てないってわけとはちょっと違うんですけどね。これっぱかしも興味がない。なんでばかりというのはパカシというのか。パカシ、カメレオンテはですね、ちょっとこの間大雨の後のせいか、ブレーキケーブルの中はどうも錆びてるっぽいです。渋くなった。ちょっと頼むし、また悪口言ってる。悪口言ったらダメ。多いですね、ダンプがやっぱ多い。本当にの話は、あの無職っていうこと自体を悪というふうに見なすのは原理主義近いですね。1か0かしかない判断、判断じゃないや、という価値観は融通が利かなくてあんま良くないと思ってます。私はそれぞれ個人個人の事情を深く知らないと何とも言えないと思いますね。覚えてないな。今登ってます。大した登りじゃないですけど、まあまあ、本当にダンプ多い。あ、だからまたダンプ後ろ止めてしまってる。
原理主義が。あ、大谷海水浴場あと 2.5 キロ。もちろんあるな。副関係だと思いますよ。登りましたね。40メートルぐらい。今のところは緩めだったんで、そんなにきついってほどではなかったですね。119番は何だっけ？時報だっけ？どっちだっけ？時報と救急車とどっちだっけ？違う、時報は17何だったっけ？あ、分かんなくなってきた。あ、昼食遅いですよ。なんでそんな遅いんですか、さすげさん。177が時報でしたっけ。ん、そういう、どういうところ、なんか照れかけたけど、どういうところか分かんなかった。117、天気予報なんで統一しないんだ、なんで11シリーズとかに統一しないんだ。ん、あ、撮影されたのに聞きそびれた。うん、よろしくになりました。セベン、ドイツ語で言ったらジーベン。仙台から、ああ。さっき100キロ確か超えてたもんな、そういえば。仙台から100キロ、まあ私走ってきたわけじゃないですが、飛びますか。ヒカロ食堂、のどかでいいね、のどかで駐在所だこれ。こんなのはなかった、いや、あったんだろうな、きっと。海、もうちょいで見えます。この小屋がなんか駐在所って書いてある。これ夏とかエアコン なかったりしたらえらいことですよね。それかこれもあれかな、あのこの間あの青森でまだ無職の話してんのか。あなたはいくら主張しても多分人の意見までは変えられないと思うから、あまり主張しても効果ないと思うな。あ、でも向こうの方はやっぱりジャカジャン海だ。ヒカドって日本って書いてヒカドなのか。うん、2014年7月に私が前来たのは2010年の8月台だった。新しいとこだよな。うん。何の音今の？なんかグワーンって感じの音がした。
それなんかクレーンで作業してるのかな。遅い。大体そうですね。お？なんか堤防の先の方で黄色いクレーンが、クレーンじゃない、なんていうんだ、あのパワーショベルっていうのかな、あの関節があって先っちょが、あの先っちょが、先っちょが こんななってるやつ、こんななってるやつ、こうすくい取るやつ、あれが作業してて、やたらなんか土煙かなんか煙が出てる。パワーショベルって言うんでしたっけ。なんかあの堤防の先の方の地面から何かをこそげ取ってトラックに積んでますね。土があそこのあたり積もってんのかな。あれはユンボ、ユンボですか、通称のユンボってあれのこと、猫の手、そうそう、カマキリユンボか。パワーハラスメントシャベル、私のアルバム見てみました。今はもういない、今もういない、何？海底とか川底の泥取るやつかな。どう取る？うん。何か積もってるんでしょうね、多分防波堤の先の方のコンクリートの上に。いかやくされましたよね。お、綺麗なバス。ボール。ちょっと、あ、少しヘルメットに、あ、15キロ、もうそんなないですよね、普段。よし、あと1時間、ほぼあと1時間で、1時間で日が暮れる。あれか、ソフトクリーム。あ、ハンバーガーとかも売ってる。こういうところのハンバーガー一遍食ってみたいな。ハンバーガー、たこ焼き、ソフトクリーム、シェイク、シェイクじゃなくてシェイクって書いてあります。それっぽくていいな。あとラーメンも売ってる、海鮮ラーメンも売ってる、たこ焼きも売ってる。まあまあ行きますかね。そう、こういうところのハンバーガーどんなんなんだろう。なんかあの手のファーストフード全部扱ってるような感じですよ。シェイク、シェイキでもシェイクでもなくてシェイク、シェイク。うん、小さいですよね。流された今の。あれは立て直したんですかね。冷凍バーガーの可能性もありますけどね。でも自販機よりは多分美味しいと思う。ハンバーガー自販機今絶滅してるらしいですね。ほぼ。ものすごく珍しいらしいですね。食用ラーメン屋？いや、シェイク。あ、なんかバスいっぱい乗ってるのはあれは、あ、観光バスだ。誰か立ってると思ったらガイドさんだった。自販機、そう、自販機バーガー珍しいですよね、今時。ほとんどないんじゃなかったですかね。私もどっかで見たような。リトラ。ネカフェにあるハンバーガー自販機が。ネカフェでハンバーガー自販機ってどういうシチュエーションなのかな。レンジの次、まあ格好はそうですよね。いや、そのあたりの、ね、あの事情知らないです、私は。500メートル、これは道の駅と、前も道の駅だったかな。私はなんかあの普通の鉄道の駅としてしか覚えてない。道の駅でしたっけ。立石バーガー、立石バーガーってちょっと聞いたことあるけど、なんだっけ。大体私は聞いたことある
ことしかないな。メカフェ最近ソフトクリーム無料ってのがありますよね。フェリーもともと併設でしたっけ、だったかもしれない。またまたトラック止めてる。お弁当自販機、あーなんか作っていたのを自販機の形式で取り出せるようにしてるみたいな感じかな。あれ大谷でしたっけ、あこれか、あの建物がやっぱないんだ。あそうそう、確か前2階登った覚えがある。大谷海岸ですよね。ラーメン作ったところの面影がどこにも残ってなくてわからない。アク作り？アク作り？まあ、全然な何も残ってない。あうどん前確かあの左手の方にあの駅の入り口が出入り口があって、そこの横のあたりでラーメン作って食ったんですけど、あと反対側じゃなくて少し行ったところにどっかにセブンあったよな。何も残ってない。あれだと建物全然ないんですね。あ、前のラーメン屋セブンない。そこのあそこのなんか足場で組まれてるあそこは元の建物かな。でも2階がないから多分前見たやつじゃないよな。結構どこがどうなってるか全然わからない。前の写真はですねほとんどウェブアルバムには載せてないので、ちょっと一応探してみるか、せっかくだから。ウェブアルバム、どれだっけ、2010年の夏だから、あガリガリの写真載せてる、これだ、この日だ。ウェブアルバムのアルバムのトップ写真があのガリガリ君のやつだ、これに違いない。これだ。ん5直売施設の営業なんか直売施設、こんな感じでしたっけ、空気、いや全然喉痛くないです。ぜ なぜ、これか、あれやっぱり道の駅の建物自体は全然わかんないな。ダメだ、全然わからん。あ、そうそう、連絡橋って確かにありましたね、あのホームに渡るやつ。あれも全然ないな。確かあれ橋の上から写真撮ったんじゃなかったかな。全部ないみたいですね。こんななってんだ。そうで今使ってるあのガスバーナーの着火のスパークがあれがうまく効かなくなって持ち歩いてる。あの着火もあんまここのセブンで買ったんですよね。ここのって今ないですけど、本当に何もない。でラーメン屋さんというのはこれのことですね。頑張ろうやって書いてある。そう、チャカマンファイアスターター。だからなんか排ガスにこだわってる人は誰ですか。排ガスマニアだ。iPhone のマップはなんか今公開一瞬でやめてしまった Google マップ互換のやつ使ってますけど、やっぱりあのネイティブマップに比べると重たいですね。やった。でも私はあの旧 iPhone もまだ持ち歩いてるので、持ち歩いて、普段持ち歩いてないか、今回持ってきてるんで、あの Google マップで iOS4 のやつが使えます。 iOS4 の状態の iPhone4 を持ってます。
iPhone5 に上げ、 iPhone5 じゃないや、 iOS5 にも上げてないやつがある。あ、延長はどうかな。うわー、この辺りも多分前こんな原っぱじゃなかったと思う。あ、しました。今日はですね、さっきからの車道走ってると後ろにダンプ止めてしまってるんで、あ、大丈夫か。で、道の駅にツーリングマップを置き忘れて、しばらく進んだ後に引き返して取りに帰った覚えあるのは確かここだったよな。違ったかな、ここだったよな。そう、さっきからふと気がついたらっていうか、まあすぐ分かるんですけど、後ろにダンプが追い抜けなくて止まってしまうことが多いです。そうそう、この辺確か少し登っていって道の駅に今回帰らないです。やった、歩き置き場、いや田んぼじゃなくて普通に家が建てたと思いますよ。違ったっけ、動画見れば分かると思う。鳥はなくなってますね。え、これ有名な鳥、里宮って書いてありますが、これ有名なんですか。右手は海です。あ、これがその生き残った鳥ってことなのか。でも足元のあたり全然傷がそんなついてない感じですよ。そんななんか周りが流れていく中で全部残ったっていうものなのかな。それか塗り直したのかな、表面は。残ってどうなんでしょうね。いや、新しくは見えなかったですよ。塗装も1年ちょいしか経ってないかどうかっていうと、そうでもないように見える。あ、本当に流されたんだ。あ、それで有名になったってことか。ここがまあ仕方がないですよね。今日は気仙沼です。綺麗に、あ、ちょっとやっぱり本当に周り流されたんですね。マンボウ商品って言った前はあったかな。あと何坊やでしたっけ、ほや坊やじゃなくて、なんだっけな、サンマの剣を持ったなんか、あ、そう、1泊6000何百円の1泊朝食6000何百円です。ほや坊やでしたっけ、合ってましたっけ。それで交通量ゲラ坊や、今これ国道45じゃないのかなかったっけ。さっき途中まで45でした。晩ご飯は気仙沼でどっか探したいですが、何もなかったら最悪今朝買ってきたランチパック、ハムマヨネーズランチパックで今晩一晩過ごします。45、ここが見て、なんか手が今ビリッときた。一日自転車乗ってると手のひらのこの辺が突然ビリッとくる。なんか一日中ずっとその神経とハンドルの表面との間との肉が圧迫されて薄くなっていって、ある時点で耐えられなくなって神経に直接痛みが来るみたいな、そんな感じ、私の頭の中では。あれ、これもともと田んぼだっけ。最後にどん、あ、バイクも尻にばっかり、そう、尾骶骨はそうでもないですけど、
尻ばっかり蓋かけても痛いし、手に蓋かけてても痛いですよね。あ、そう、あの心旅で日野翔平さんが、俺尻だけは痛くなったことないんだよねって言ってましたよね。妬ましい。自転車乗せて尻が一品も痛くなったことないって、どんだけ尻マッチしてんだよ、あるいはどんだけ強い尻してんだよ。あ、確かに自転車通らないですね、今日乗るとは。大小、いやー、どうだろう、この辺りは行ってましたよね。何グリップ距離は、あー、そうかもしれないですね。割と電車乗ってるのは確かに多かった。この間大ボケから高知まで特急輪行して、で高知から桂浜まで行ってましたよね。実はあれ、私全く同じ輪行スキップしてます。大ボケから列車に乗って、特急なんとかに乗って、で高知駅まで行ったっていう。このぐらいだ。ただ桂浜に渡るときに、あの浦戸大橋じゃなくて連絡船乗ってるところは違ったな。私も連絡船行きたかったけど時間合わなかったんだよ。ダイヤモンドで、ジュンさん、なんか、うん、行ったとこかぶりすぎですよね。というかやっぱ自転車乗りがルート選ぶとどうしてもああなるのかな。あれはまあ日野翔平さんがじゃなくて、ああいう企画を考えたスタッフの人がルート考えてるんでしょうけど、ものすごいかぶってますよね、自尊神経を。でもあれのおかげで最近これ配信してるっていうのの認知度が上がってるんじゃないかなと思いますよ。でもあれは収録か、心旅の方は。私は収録プラスリアルタイム配信なので。いや、あの人なんか嘘を打てるように見えないですよね。嘘を言ってるとしたらすげえうまい嘘のつき方してる。さあ、だね、あの企画っていつからやってるんですかね。私は最初の方は BS 見れる環境なかったから、いつからやってるか知らないんですよ。限定ですよね、かぶってる。あ、今ここはさっき来てましたけど今どうだろう。ちょっとどこで止まった時に見ましょうか。ちなみに、うん、冷水器、これも仮設住宅なんだろうか。あ、2年前か、プレイボーイか。逆じゃないかな。なんかあの心旅は NHK にしては演出少ない感じですよね。割とあの生の映像で、しかも音楽も載せずに流してる時間が長いですよね。政治愚者と、いや確かに知らないですけど、昔は散々なんか言わした人だったっていうのは知ってますよ。あ、ここじゃなかったっけ、ホヤボーヤのあの像があったのって。違ったっけ。ちょっとあの時の写真、あ、切れました。いや、ここだ、これだ。なくなってますね、ホヤボーヤ。そうそう、この店だ、間違いない。あの宅急便の看板と福宿りっていうお酒のあれと全部同じだ、昔のままだ。自販機の構成も多分、いや違ってるな、自販機はタバコの自販機がなくなってる。でもここだろう、残念、ホヤボヤに再会できなかった。
そのホヤボヤっていうのはですね、ホヤボヤっていうのは、そう、あ、長い英単語は私今英語って読むようにしてます。ですね、ちょっと待ってくださいね。あ、もうありましたっけ、別のところにも。あ、落ちた。あ、ちょっと待ってください。こうしてこうして、この建物に昔は、こんなのがいますか。見えるかな。これがホヤボヤ。右手に持ってるのは多分サンマかなんか、青魚です。このパソコンは基本的にもう受け取って、私が好きなお金払おうかなと思ってますが、あそこ、あのこの辺り緑色の上りがあるんですけど、あれが同じ。どうしたのか、いやどうだろう、そこまでちょっと。レジ板、でも確かに中にいるかもしれないな。ちらっと中覗いていこうかな。いや、そういうわけでは。あ、でも先にもあったんだったらいいか。よくだ。なんかちょっとそれは少し可愛さがあるな。ん？ん？何タバコ？紙タバコみたいなのかな？ん？ケンマさん、こんにちは。駅のとこにありましたっけ、ホヤボヤは。あの魚掴んでるのがいいですよね、右手に。私もホヤ食ったことないです、食わず嫌い、私の場合は。宮城県です。不良の乗り物、ロックは不良の音楽ってやつか。ほやぼや維持費かかるんですかね、あれ。でも確かに波が来てたら流されてしまった可能性は十分ありますね。でもどうだろう、来たのかな、ここまで。この辺りも少し高台だし、標高30メートル近くあるし。今日は前泊まったとこと同じ旅館なんですよ。でそこは結構被害があったとこです。で一時期なんかお風呂を外に開放してたり、結構復興で協力してた とこだしです。あ、すいません。インターネット広場ネットジャヤ、うまい。私どうでしょうのホヤの場面見てしまったんで、ホヤはだいぶ癖が強いんじゃないかと思ってビビって食ったことありません。まあ、食う機会もないな、なかったけど。避け方かわいい。避け方、おっと。あ、さっきの女の子かな、今の女性かな。うん、ネットジャヤって書いてありました。元祖ニラ南蛮ラーメン味噌豚骨ラーメン、長いな。福岡でホヤは食べるかな、どうだろう。いや、私が今まで実家の近くでそういうのが出てきたことはないですね。たまたま私が見たことないだけかもしれませんが。新鮮な。海水の味がするんだっけ。海水が。弱くなった。九州ホヤ食わないですかね。ちょっと待ってください。ヘルメットでどっかで今血流が止まって頭の一部が痛くなってきた。今ちょっとだけヘルメット浮かしてるんですけど、こんだけで随分違う。あー、血が流れる、血が流れる。どっかの血管が圧迫される感じがするんですよ。今日は GoPro は、あ、そう、今こうチェックしよう。じゃあ線がそんななのかな。頭の正面の一部が 痛いというか、なんか気持ち悪くなってくるんですよ。iPhone の
と困っ、あ、オフになってる。すいません、いつの間にかオフになってました。この今ここだけに今使ってる iPhone4。 あ、でもそう、ついでに気仙沼駅までの距離を調べとこう。宿までの、なんでこれオフになるんですかね。前からそうなんです。え、ヘルメットがない、何ハゲ。私はその、ストリートマップ出てなかった。じゃあたまたまだったのかな。ちょっと待ってくださいね。この港の方まで、ここへの道沿いに、どうか。あと8キロぐらいありますね。ギリギリ日暮れまでにつけるかどうかかな。大島ってのは確か沖合のすぐの島でしたよね。私はまだそこ行ってないです。石巻から船で猫の島の田代島っていうのを渡ったことありますけど、猫あんまり見れなかったな。町通っていくと、ちょっと港の方ぐるっと回っていこうと、あのマグロの店やってるかどうかも一緒に確認しようと思って。あと大島って日本全国あちこちあると思います。私が行ったことあるのは福岡の筑前大島と宗像市の泉庭、あと伊豆大島。私は筑前大島結構個人的に気に入ってるんですけどね。あんな小さい島なのに山もあるし、あの遊歩道もあるし、温泉がなくなってしまったのが痛いな。あそこは最後に温泉入ってフェリーで帰ってくるとか最高なのに、温泉施設が潰れちゃってました前行ったら。何言ったことがある、してますね。しまなみに大島ありましたっけ、どこだろう。あ、営業してるんですか。え、場所は違うってことですかね。なんとか店舗でって言われたってことは。あそこでまた2000円級のマグロ丼を食ってドーンと落としていきたいところですけど、あんまり落とす落とすってのうざったいですかこれ。自分で言っててなんかうざったくなってきた。マグロ屋っていうとこでしたっけあそこは。あ、ここも火がやったのか。コンビニ作ってる。ん、何が買える。うわっと、筑前、何がうまいって。年収900万ですからね。ああ、この辺りもやっぱり被害あったところかな。パッと見判断つきにくい家が多いな。自転車おっちゃん、あ、自転車乗りとしてってことか。私の年収は53万です。私はあと2回の転職を残しています。マグロ屋、あ、店の名前ですかね。西木屋の方言、いや何も考えずにただリピートしてるだけですよ。意外か、あなたはつまり年収400万ちょいぐらい。なぜか450と言わない。パチンコ屋さんはこれ繁盛してんのかな。マジかもしらんが、この AKB のこの辺りのこのポスターって少しギャグなんじゃないかって思うほどにあの並べてありますよね。こんなになんか規則的に並べるってなんかデザイン的に良くないんじゃないんですか。よろしくないんじゃないんですか。へそ、すごい車ですけどあれ中に人入ってんのかな。運ぶ君ネタで、うわ、いきなり落ちた。いきなり放送切れた。気するかな。
ちょくちょくあるよな。あ、そうだ、バッテリー交換するの忘れてた。泊まりついでにやってしまおう。あ、なんか今別の電波掴んでしまったんだ。別の Wi-Fi 電波をなぜか掴んで、復帰しろしないな。さっきバッテリー切れたのは確かあそこの商店街のとこだったから、あ、もう本体バッテリーが5割切ってる。なぜかちょっと、なぜか今突然ログアウトしたので、 TLS 突然ログアウトしたので、あの、つなげ直してました。今日2度目だな、これで。で、ついでにさっきあの言われたのに忘れてた、あのバッテリー切れを、バッテリー交換しておきます。なぜかいきなりログアウトするんですよ、何のワイブレもなく。で、あの、バッテリーじゃないや、ポタファイも切れてはいないし、理由がわかんないんですよね。マイク、そう、QBK 的な。何の話してるのか。震災の傷跡はまだまだ残ってますね。晒しのままになってるとこ多いです。建物があの土台しか残ってないっていうところが。南三陸町ってとこは確かに、あの、よくニュースでやってるっていう話の通り、えらい状態でしたね。今商店街もですね、あのプレハブが固まったような、その商店街があるだけなのかな、あれは。で、そこで今日はなんかお祭り、あれ、今本当にまたログアウトした。これなんかどっかの電波掴んでる。無線のアクセスポイントの情報を消さないと。何掴んでるんだ一体。ロジテックユーザー、ああ、なんかこういうのあったな。このエントリー消さなきゃ。詳細情報で、ワイヤレスネットワークで、あ、やっぱりなんかエントリーがあるですね。これでどうだ。よし、復旧しない。もう厄介だな。そうか、 FMLも試そう。944でどうだ。あ、繋がった。あ、ダメだ。あ、原因が分かりました。どっか近くにロジテックユーザーっていう名前の無線 LAN のアクセスポイントがある。ロジテックユーザーで、そのエントリーがこのパソコンの中に残ってて、ポタファイよりも優先してそっちにつなぎに行っちゃったんですね。分かった。というわけで、ロジテックユーザーのエントリーを、無線アクセスポイントのエントリーを消したので、もう大丈夫だと思う。ハッキングで、こちらがハッキングしに行ってる方になるな。ロジテックユーザー、いや、つないでしまってるわけじゃなくて、単に今持ってる私のポタファイトの接続を切ってそっちに行っちゃうんですよ。固定なんですけど、いつの間にかエントリーが増えてて、
ロジテクユーザーにはもう行かないようにした。そう、自動で。で、前に登録したアクセスポイントがあるとそれ見に行っちゃうみたいで。観光予告、うん、いいか。そうですね、ハッキングされてるかもしれませんよ。なんだっけ、電脳ハックでいいんだっけ、あれは。人形使いがやってたのは。電脳、あれ、違う、人形使いに操られた人がやってたな。うん、痛かったな。恐ろしい女性にハッキングなの。目を、目盗むのは何だっけ。トロイ、意外と気仙沼の方までありますね、距離が。よっと、土佐境の前もあったんですよね、バイパス。あ、旧道の方行けましたっけ。ちょっと待ってください。あ、海沿い行けるか。まあでもこの先で最短距離で行けるっぽいから、もうしばらくまっすぐ行きます。宿配信多分やります。行けますね。デカトンケールアップルシードの方だな。あれ、デカトンケールはアップルシードのネタじゃなかったっけ。急道途中からあの右の方に入ります。バブル配信多分、その前入った店の今違う場所でやってるんですかね。ずいぶん離れた場所でやってるとしたら難しいな。あ、牛丼の夕飯配信はどうしようかな。まあ、黒柳は一人じゃ厳しい。投げてもいいが一人じゃ厳しい。予想以上に多いですね、車は。あ、そういや、なんか途中で砂ぼこりがすごいところってどこだったんだろう。気がつかないまま来てしまった。修学旅行は。右に入るのは、なんか多いですね。オッケー。すごくて、おぉ、うわ、すごいな。そこにあのペットボトル風車がわんさか設置してある。動いてるの分かるかな。柵かと思ったら一個一個別々に動く風車になってる。膝。修学旅行そうなんですかね。よっと、何かしらって。恐山は、あれ、あの、昔ながらの風車ですけどね。信号右に。ああ、もうちょいだけ先に行ってから。え、潜り受けなんですか、これ。それで下に振動が伝わるからってことか。知らなかった。もぐら受けなのか。そうで、やちとはまた。やちはボーナスじゃなくて、もともと敵キャラだった。もうちょい先から。かもしれない運転。かもしれない運転はできるだけしてるつもりです。特に曲がり角から飛び出してくるかもしれないっていうのはしょっちゅう気にしてるつもりではありますけど、 100% できてるかどうかっていうとできてない。できてない。私、運転免許を持っておきながらなんですけど、ユーザー車検ってどういう意味なんでしょうね。ユーザーは自分でやるわけじゃないですよね。やはり
車、あそう歩行者だけじゃなくて、そうですね、ビワだ、違う、柿だ、ビワは今の時期じゃないか、柿だ、自分でやるんだよ、あ本当に自分でやるんですか、あれ、お金が、自分でやるんです、え本当に自分でやるんだ、え、じゃあ店にユーザー車検って書いてあるのはどういう、ユーザー車検のそのインストラクトをやってくれるんですかね、インストラクターがいるんですかね、ユーザー車検インストラクターがいて、その USI の人がいて、それで教えてもらいながらやるみたいな感じかな、ん、そこ、ん、そう、代行、あ、あ、代行、じゃあやっぱりやってくれるわっていうのは一緒なんだ、書類を、なるほど、で私はそもそも車持ってないから車検っていうのは何をするものなのかも知らない、何ですかね、あの検査っていうことだから、そのちゃんと強度が保たれてるかみたいなんで、いろいろ叩いて壊れないかどうか検査するとか、そんな感じなんですかね、まあ叩きはしないんだろうけど、そう車持ってないんですよ、もともと乗る気がないのに車の免許を取ってしまった、いやもともと乗る気だったのかな、昨日パンクした、あパンク、私はちゃんとあの毎年1回は検査してますから、人間ドッグ、人間犬、人面犬、最後に車を運転したの、免許取ってすぐだから20何年前、ここだ、ここから右に入る、うん、まだ明るいですけど、日暮れまであと20分で、宿までは多分6キロぐらいかな、と国に返したら、だってあんな便利なあの身分証明書なんで返さなきゃいけないんですか、逆に言うとあの運転免許証に準じたその身分証明書はなんでないんですかね、あとは保険証とかになるんだろうけど、もうちょっとちゃんとあの自分の証明できるだけのものって欲しいですよね、あと海外パスポートとかですよね、乗りたいです、度胸ありますね、そう、もっとなんかその身分証明だけの身分証明書があっていいと思うんですけどね、証明書、ん、あ、カードって本当にそういうのあるんですか、それは一般的な、例えばそのビデオレンタルの会員登録とかにも使えるやつなんですかねっていうのは、ですかねっていうのは、それはビデオレンタル店によるから分からんか、うん、年金手帳ってどういうのが書いてあるんですかね、タスポ、あ、でもタスポもそうですよね、タスポで、あれって個人を証明するんですかね、それとも年齢だけを証明するのかな、何の反対、ああソーシャルセキュリティ、社会保障番号ってやつですよね、日本語で言うと、グレ、ああ臓器提供の丸しときたいな、私は自分は死んだら肉だと思ってるんで、活用してもらわないと困る、人間死んだら肉、ん、偽番号、まあまあそういう言い方もありましたね、一つにですよね、カード必要すぎ、多すぎ、タバコは吸ってないんですよ、私はタバコも美味しさが分からない人間で、運転経歴、まあ、こうまたなんか朝鮮ネタか中国ネタかそこまで言ってないけどしときたいです、メタル、金属、株式会社冷水っていうのは冷水専門、あのマーク、忍村のマーク、あの使ってるトレードマークみたいな、お酒もほとんど飲めないんですよ、ビール 1,2 杯ぐらいだったらまあ付き合いで飲むことあるんですけど、あの最初の一口なの炭酸の美味しさしかわからない、
ネタじゃなくて、ああここも崩れてるな。証明書、え本当に、あ調整ネタじゃなく、まあ何も言わないでよと。私はあのどのあのそういう人もいるしそうじゃない人もいると思ってるので、私の頭の中ではですね、どっちの比率が多いか分からん。それで、うん、この手のネタはっていうか、なぜあらゆる場面でその自分の主張したいことを主張する人がいるんだ、関係なしに。まあでもいますよね、そういう人は。そういう人がいるのも分かる。ぜひ。保険証は本体持ってあの旅行してます。保険証今カードのやつがあるんで、うん、ブラックとかの話は私は学校とか会社での教育には少し反発を覚える感じかな。普段意識したことないですからね。見ましょう、左の方が車少ないけど、左に行ったら、あ、行けるな。で、この後港の方ちょっと回っていこうと思ってるんで、左行けるな。よし、行こう。ま、うん、っすぐ。こっちでも行けますよね。うん、合流しますよね。12か。財布落としたらそう、本当にそうです。左は距離はもう5キロ切るぐらいじゃないですかね。18時前に着いたな、なんと。まさか18時前に着くと思わなかった。今日頑張った。なんか途中で飲み食いしたけど、なんか妙に頑張って走ってる。10時スタートで80キロ走って18時ならないなんて信じられん。それか何か勘違いしてるかですかね。もともと予定ルートを作るときに間違えて距離実は80キロもなかったとか。おかしいな。あと距離的なのは私の中でですよ。普段の私の平均の中では。身分証明書、あの人は面白かったですね。今日なんと80キロぐらい走ってるはずですよ。ボーナスいらない。ボーナスいらない。成長か。これからですからね。人生42歳からだから。ミヤコバス。あ、ここは。大だるみがですね、意外とダメージ少なかった。これはなんか被害があったとこなのかな。なんか緑色になっちゃってますけど。平均時速は GPS ロゴからは出ます。いわゆるサイクルコンピューターはついてないんですよ。平地だと。明日はですね、7時台に気仙沼の港の前に回ってみて、で、8時台の列車に乗って一ノ関に向かって、で10時に一ノ関駅に着いて、でそこから会場まで自転車組み立てていって30分ぐらいで、で餅サミットに餅食いに行きます。これから東京は自転車免許証とか作らないといけない。自転車免許証どんとこい。そうかそうか、あ、すぐ、あ、マジか。ナンバープレート、私はつけるとこ一個ありますよ。栗山は許せん。明日は何か祭りがあるのか。明日は一ノ関市っていう岩手県の一ノ関市で、第1回中東北ご当地餅サミット2012が行われます。そこで15、
15エントリーあるんだったかな、もし料理が。でも15品全部食うのは無理なんで、あの納豆系の餅と、デザート系の餅も一ついきたいな。最低に清掃で、今の私の今のこの格好で出ます。スカイジャージで。サミットが、いや招待も何もされてない。だからサミットに参加するって言い方は良くないですね。サミットに持ち食いに行くって言い方がいいのかな。地味というかこれからですね。あれはもちもち、これから納豆がですね、何だったかな、炒め納豆餅だったっけ。辛い餅、大根おろしが入ってるからって、そんな、あの上ばみの、上ばみが人間溶かす草食うのとはわけが違うから。餅のケーキ、確か餅は英語で言うとライスケーキでしたよね。ライスケーク、ライス、ライス。今ちょっと登ってました。あ、切れ目。おう、餅アンバサダー、餅大使ですね、アンバサダー。おー、ちゃんとしたヘルメットかぶって。じゃあクロスバイクかな、あれは。なんかスポーツ自転車の装備に固めた子供たちが今2人通りましたよ、珍しい。納豆は私好きです。アンバサダー、お、初吠えられ。黒い犬が3匹もいた。そのうち吠えたのは1匹だけ。風林火山貝の国。あ、会見だ。5匹いる、5匹いる、6匹いる。こんなとこで会見に会うとは。いや、尻尾振ってる、尻尾振ってる。会見結構なんか気柔らかったり。 6匹全部吠え始めた。1,2,3,4,5,6,7匹、あ、8匹いる。犬サミット、あ、8匹目も吠え始めた。あ、すみません、うるさくして申し訳ないです。こんなとこで会見がいるなんて。あ、なんかご主人にも怒られてた、うるさいって。なんかうるさいって言われてた。やっぱりなんか普通の人が目の前で立っててもあそこまで吠えないですよね。やっぱり私は何か特別な何かがあるんだ。私は特別だから、あのなんとか飴玉をもらえたりするんだ。銀河に、あの会見っていうのはな、会見だから甲府の周辺でってことでいいのかな。まあ山梨県の方の、あのローカル犬というか、あの純血種が珍しい感じの犬です。会見、黒いタイプしかいなかった。いや、トラっぽい模様のやつもいたかな。だって、あ、しまった、この辺りで曲がんなきゃダメだ。会見珍しいですよね。うん、そう、今のところで右折しなきゃダメだ。すごかったな、さっきの GoPro でちゃんと撮れただろうか。会見8匹に吠えられる私、過去の吠えられ映像の中でもかなり上位に位置しますよね、今の吠えられ方は。北海道犬なのかな。黒いタイプと濃い茶色と黒の模様のやつがいます。で、あの前柳沢峠っていうとこ行った時に、でこの話前もしたな、途中にあったあのお店というか宿というか、そこで会見の子犬が生まれてからしばらく経った状態のところにたまたま私が通りかかって、すいません今お店やってないでしょうかって聞いたことあって、そしたら中からもう子犬がいっぱい飛び出してきて、ものすごく可愛かったです。口に犬で吠える、口に犬で、あ、なるほど、なるほどっていうことなのかな、それは。
あ、子犬の時はあれ吠えられたんじゃなくて、じゃれられてすごく幸せな感じでした。ムツゴロウさんが犬の耳を噛むと優しくなると言ってました。耳噛むとその前に噛まれそうだけどな。犬サミットで会見する。見事に吠えてたな。子犬には何か見事でしたね。子犬本当に可愛かった。今日のあの小さな犬も可愛かったですね。そう、子犬に群がられるともう元気いっぱいですからね、子犬。犬が指を、あれそうなんだっけ、本当に噛まれたんでしたっけ、それは。そろそろライトつけとくか。言われたよ、早く可愛いと言える人を見つけてください。可愛いと、そこにつなげるか。サミットでは、いや、単純に一般客として持ち食いに行くだけです。ライオンって猫だろ。ムツゴロウ、わらわら、あなた本当は犬なんじゃないですか。犬なのかな。背中と尻を向けると安心するらしいよ。背中と尻を。オランダで有名人なんだっけか。オランダ、なんで。ムツゴロウさんはライオンの鼻を噛みました。ちなみにムツゴロウさんは文筆家で、あとジャンゴーですよね。後回し。ムツゴロウさんはマージャンプロです。そう、マージャンプロですよね。松島ともこは、あの人相当頭いいはず。あと私はムツゴロウさんの、なんだっけ、父があの手の本とか好きだったんで、無人島のあの本とか読みましたよ。日記風に書いてあって、今日はなんか超巨大なハマグリ何個と何々の野菜を取ってきて食べたとか、なんかそういうのがマニアックですかね。もう行った。何話についていけぬ。マイケル。あの人博多の人でしたっけ。いや、博多の人かどうか知らなかった。博多の人と書いて女性じゃない方の人ですね。女性と書かない方の人ですね。お魚市場行くんですか。お魚市場っていうのは前あのマグロ屋さんが入ってたところですかね。そう、そっちの方ぐるっと回ってから行こうかと。マイケル・セーベル、フットルース、なんとかルースって、野球の選手じゃなかったっけ、大昔の。博多の塩はそっちの博多か。かわいいランキング、そしたらかわいいと言われて、頭では否定してもなんか精神的に少しずつダメにされてる気がして嫌だ。ベーブルースか、ベーブルース。壊れた。うわ。この辺も流されたの。ちょっとすごいな。本当にムツゴロウさん。まだ普及してないこの辺り。ムツゴロウのうちの地元にうようよいるぞ。うわ。流されましたよ。亀石塚。思いっきりそのまま残ってますね、この辺りは。危ない。曲がってる。曲がってて、向こうの方は建物がボロボロのままですね。はあ。あ、向こうの更地になってる。曲がったまま。あ、ちょっとこれ橋か。あ、どん兵衛の、どん兵衛ヒグマですよね。猫年齢で18歳くらいかな。やばいな、ここ。誰が曲げたんや。うわ、ぶっちぶちになってる。車が震災というか、これは津波ですよね。予算査定の人的リソース足りてないんじゃね。予算査定、うん、1年半でまだこれか。すごいというか、なんというか。うわぁ、こういうとこにお金使ってほしいな。そっちの方ももう全部更地のままですね。まあ更地というか、さっきの南三陸町と同じで。なんで復興進んでないの。これは関係なかったりして、わら。いやぁ、ね、関係あるでしょ、これ多分。これはひどい。あと道が、これ通れ、予定ルート通れないとこ多いな。枝子ガツが使っちゃいました。うわ、時間も金もあるのに復興しきれない政府が無能すぎる。向こうはさらちだ。川形誘導じゃないのね。経済支援、とりあえず向こうに回り込みたいんだけど。人類も水に勝つことはできぬ。
阪神大震災は、阪神大震災はあのこっちの方の震災よりは陸上で の, その揺れによる被害はも多分もっと大きかったんでしょうね。ただ津波は本当に震災の地域が広すぎるからな。明日一ノ関に途中に鹿を追って地区にでかい線がまだあるから県にから、あ、いやでもそれそこのところあの列車で行っちゃうんですよ明日は。宿はもうあと 2,3 キロかな。危険者がいないと進まないのか。あ、でも明日政府は国会すぎるから進むわけない。奥手は何か明日この辺りの朝この辺り回ろうと思ってたんですけど、もう今明るいうちに来れてしまったから明日早く出ようかな。明日早く自走で一ノ関に行く手もありかな。あ、なんか中で泳いでる。うん、あ、静川行きました。船なんかああいうシンボルになってるようなやつは多分あえて残してあるところもあるでしょうね。撤去を後回しして。復興支援のお金が庁舎などの修繕費などに使われてるとかなんとか使われてる、そうだけでもないと思いますけどね。うわ、基礎だけが残ってる。建物が流された後なんだろうね。ここキャバクラ建てよう。テレビは多分周りから集めてきてあるんでしょうけどね。曲がりなりにも神戸は大都市部だからな。水が引いてないのか。木造は全部アウトだな。いや水は引いてると思うんですけどね。いや、大島は行かない予定です。さらち、あ、そう、どこが町か分かんなかったです。トスハは何だ、トスハは TSH か。まんまですね。やっぱりもっと家がたくさんあったところだから、この気仙沼が一番ひどいように見えるな。何が上がってる。前マグロ食ったところってどのあたりだろう。もうほとんどわからなくなってる。右側ぐるっと回っていけるかな。そう、ちょっとぐるっと回ってみます。あと結構気温下がってきたな。あ、そうだ、そろそろ GoPro がメディアが切れてる頃じゃないかな。10時だからあと30分ぐらいか。ちょっと待ってください。あ、もう終わってる。じゃなくてこれは給電できてなかったんだ。ボタン押し忘れたんだ。しまった。どっからこれ GoPro で撮れてない。わちゃあ。残り1時間だからどうだろう。6時間ちょいは撮れてたんだから30分ぐらい前切れてるな記録が。しまった。とりあえず GoPro の方じゃこれで今映像復帰、 YouTube で見てる方今復帰しました。でちょっとこれとあと時計合わせだけして、あ、そう、犬のところ GoPro で全然撮れてなかったです。残念。そう、あの犬のあそこのところはもうあのニコ生のタイムシフトを録画してやるしかないな。犬サミットの綺麗な映像が撮れてなかった。ショック。あ、GoPro 用に。ちょっとでも自転車乗ってる状態で控えて難しいです。首がねじ切れる。その日から。うん、編集してある程度くっつけてはいます。ただあらまりにも映像の差がひどすぎて。見てる人は途中で見るのやめるんじゃないかという。厳しかった。さあ進むべ。ショック、ショック。ロボットにも人間みた
しまったなあ。これあまり行くと戻れなくなるかな。しかし本当すごいですね。この辺りのこれ溜まってる水は海水なのかな。あ、なんか漏れてる。この辺りこれ水湧いてるのは何なんですかね。宿はもう少しあと 2,3 キロもないと思います。なんでこれ水が湧いてるんでしょう。ちょっと舐めたくなくなるような色してるな。この塗料点はガードレールないですね。水はけ悪くなっただけじゃない。地盤沈下して沼化してるので、地盤沈下、ああ。湧き水、飲んでみよう。まあ、あちこちから水が湧いてるな。ごくごく、温泉か。今の鳥の声か。地盤沈下したからね。地盤沈下したから、ああ。海水が地下の亀裂から上がってくる。あ、海水なんだ、本当に。やっぱり、こういうの見るときついね。単に雨水が溜まってるだけじゃね。うん、一応予定ではここから向こうに行く予定なんですけど、道繋がってるかな。うわ、カルピス作ろう。水があるのは地震の影響です。カラス、ひわいな声が聞こえた。あん、あん、いや、あんって聞こえた。この状態じゃ宿もお客さん来ないで大変だろうね。宿も、あ、でも一時期はですね、復興の作業の人たちで宿がずっといっぱいだったらしいです。長期の人たちで。この辺は被災地域か。思いっきり被災地域でまだ復興進んでないですね、全然。どこがどこだか全然分かんなくなってる。あ、晩ご飯どっかで探して食わないと。町の方ではどっかで食えると思いますよ、多分。こう来て、仙台。来てないですね。逆に方向わからない。夜になると子供が走り回ってるそうですよ。ん？走り回る、どこ？タイヤ。あ、でもそんなにあのパンクは気にするほどではないと思います。行きたいとは、まあ観光で来るわけじゃないですよね。察しとこうかな。30分延長しました。町が存在するんですか。一人がコミュニティに参加しました。町が、向こうの方には結構明かりが見えてます。延長、神戸は早かったけど1年半でもこんなもんか。夜は真っ暗なんだろうな。神戸はもともと活動が活発なところですよね。真っ暗になったら、そうですね、確かに道から外れたらもう水の中だから、ガードレールもないし明かりもないし。あの時のホテルどれなんだろう。確かホテルは残ったんじゃなかったっけ。神戸は狭いだろ、うん、ロボさんなら落ちてくれるはず。落ちてくれる、嫌だ。いや、私配信してなくてもこれは写真バシバシバシ撮りながら多分普通に走ったと思います。お笑い芸人ではないですが、ホテルはなんとかグランドホテルじゃなかったかな。あと、あのマグロの店とかなんかそういう話じゃないですね、これは。この辺りで営業できるはずがない。営業しても人来ないから、えらいことになってますね、本当に。あと後回しになってるところってのあるんでしょうけど、気仙沼は本当になんか広い範囲がやられたんですね。マグロどこでやってるのかがちょっと、あのホテルはどれなんだろう。確か宿からそんな離れてないところだったから。もうちょい北の方かな。あの金属の柱が全部ねじけられてるのが恐ろしい。3キロか。3キロか。じゃあどっか近くで食べようかな。あっさりと諦めて。交通安全。あ、そう、高速道路あれ有名でしたよね。あの映像は、映像というか、まあ写真静止画かな。
対策が被災地のためになるなんて、営業中、ホテル一計画復興進んでると思ってた。いや、これテレビでも見たし、テレビでも、うん、あの、いや、普通にテレビ見てればこの状況は分かると思いますけどね。私あまり行ってなかったんで。泊まりに行けない、遊びに行けない、テレビでもやってたよ。象徴的な映像があるよね。そう、どうしても象徴的なところは集中的に撮られますよね。これドキュメンタリーだよ。ゾロアスターの寺院はありますか？まあ、でも私は実際2年前来たところとの比較できてるので、まっすぐ、今のところ道なかったんで少し海側にずれます。ここに新たに町ができることは喜ばしいことなんだろうか。悔いからく、いや、やり続けることに意味がある。自身と自分で行動する。悔いからく、子供特急、自分の居住地はできたよな。よし、居住地どうですかね。工業、工業。半分。上の方は多分無事だと思いますよ。Google マップは確か更新されたんじゃなかったですかね。この先のあたりが、あ、そう、前来た時確か雨だったっけ、だったよな、確か。あの日の夜は雨だったはず。定期的ってあるんですか？うん。よっしゃ。あ、これか。海の位置。レストラン。雨でした。雨でしたよね。氷の水族館好きだったのに。氷。本当驚いた。ロボさんありがとう。すごいな。いや、私も状況全然確認せずに来たんで。あ、これ、これじゃなかったっけ、前マグロ食ったの。この海の位置ってここで緑色のライトアップがされてて、ここです、マグロ屋さん。これでしたよね。ストリート中は震災も更新されたね。30から60年後の津波が来る地域じゃなかったっけ。やっぱりもちろんやってはいないみたいですね。これや、明かりついてないや。で、その3キロ離れたところに出会ってるんですね。これやで、マグロ館。こんなの当たり前じゃんなんて言えるわけねえ。おお、懐かしい。そう、前ここ、まあ、暗かったんですけど、ここに夢食いに行きました。思い出した、うん、建物残ってるんですね。ここでした。で、ここから右か。ここ、ホテルもうすぐだ。立派な建物、生き残って何より人、うん、この辺りも一回やられてるな。人が歩いてないのが現実味だ。ロードバイク、その先に物産展があって、物産展、この辺りかな。あ、普通にやってる。中はひどいかも。2年前から見てるというのが。そう、2年前とか3年前とか。2年前に出ました。あ、ありがとうございます。俺も見てました。ありがとうございます。2年前から見てました。お、ありがとうございます。あれはどうなってんだ。この辺で営業してる飲食店は見かけますか？飲食店はやってないみたいですね。2年前は石川なんとかを見ていた。とうとう来てしまいましたね。ロボさんに続けて300年、うん、あ、もう日が暮れてる。今は何にも変わってないのは何なんだ。私は3年前から配信やってます。で、ホームページで の, あのレポートを公開するっていう形から生放送ばっかりやるっていう形にシフトしたのが3年前。ここ写真撮影ポイントなのよ。ポイント、すごい、この子ね。プロトタイプロボさんの頃から見てました。プロトタイプってあったっけ。北海道がっつり見ました。あ、北海道、2年前から見てました。北海道は2009年ですね。あ、あ、ホテル生きてる。ホテル無事だ。いや、動画アップじゃないんですよ。ホームページにレポ、自転車レポート、写真レポート載せるっていうのがまずあって。ロボさんはいつ頃からロボさんですか？私は大学の頃からロボさんです。
1年。これだ。ホテルで会ってホテルで別れる。ちょっと待ってください。営業してるっぽいですね。あの明かりもちゃんとついてるし。エネオス。おお。そうそう、なんかあの震災直後ぐらいにここのホテルの情報を調べたら、従業員は無事ですとか、お客様も特にあの被災された方は被災というか、あの亡くなった方とかはいないみたいな話が情報に載ってたんで。というのをそのホームページ管理しているホテルの人じゃない人が、私はこのサイトの管理人ですが、ホテルの方からそういう連絡を受けてますっていうふうなこと書いてあったんですよ。高台にエレベーターの方はどうかなったかもしれませんけどね。エレベーターどこだっけ。3点。あれエレベーターどこだ。エレベーターは確かありましたよね。何が増えた。コミ人数のことかな。確かこれ登るエレベーターが前あったんですよね。建物は地震にも耐えたんだね。あ、エレベーターはもしかしてなくなってる。いや、もしかしてこれ違うホテル、私見ていないですよね。あとグランドって名前じゃないけど、あ、気仙沼プラザホテルか。ん？反対側？海に近いのに生き残ってる。あ、ぐるっと回った。あっち側に入り口があるのかな。エレベーター。エレベーターは。あとここまた水流れてますね。夕飯配信もありますか。夕飯配信はちょっとあの夕飯の場所探さないといけないで。iPhone とかで配信するかも。宿配信は多分やります。宿配信はいつも10時ぐらいです。いや、ここに泊まるわけではないです。今日は。いや、そっか、でも宿の様子も見てもらわないとな。でもおそらく壁とかはもう全部元に戻ってると思うので、前見た時よりも新しくなってるのが分かるだけかな。あ、あった、反対側って、そうですね。で、エレベーターもなんか稼働してるみたいです。あれ、お魚市場ってここ、ここで食べればいいですね。確かに、そうしようかな。連れてまいりました。どうすかな、飯食ってから宿に行くかな。10時ぐらいに、はい。エレベーターもちゃんと残ってるのかな。これはどうだろう。エレベーター自体も無事だったのかな。建て直したって言われるとそうにも見えるし、そのようにも見えるし。あとこのちょっと待ってください。やった。このお魚市場って何時までやってるのかな。あ、そうそう、あ、立体じゃないけどあれがあった。ここで食べよう。つまり屋間走行決定。そこも2階までに水に浸かったそうです。2階までいた。地道に出た私はあまりよく知らないんです。ちょっとじゃあ時間見てくれかな。顔をどうやって、私はどうやってやればいいんだこれ。顔出すためには歌ってみると。本当だ。いや、多分ですね、ちょっと待ってください。こうして、ちょっと待って、こうして、よいしょ。ちょっと向き違うけどやってみますね。今通っていた人に思い切り見られて笑われた。あとタイム、セーフタイムでやってみるか。
ちょっとついでに、あの外しついでに、あの時間確認してきます。21時までオーダーやってるみたい。22時まで店は。じゃあどうしようかな。夜までやってるので、一旦宿に帰るか、宿に入ってからにするか。どうしようかな。ここで、今食べてもいいんですよね。どうせ自転車で来た方が楽だし、ここまでで iPhone での配信に切り替えてやってみようかなと思ってるんですけどね。 iPhone で iPhone4 と iPhone5 を使って PC なしで放送引き継いで、今食べてしまおうかなと。宿先ですかね。宿先かな。ではやっぱ風呂入って、そうですね、風呂先だな。ネタ切れに。でもお客さんもいなかったです。よし、じゃあ後に行こう。まずはで風呂入って、夕食時に iPhone で放送するっていうのをやってみようかな。許可されれば。 iPhone2 つ使えるんで。そう、遅くまでやってるんですね。てっきりなんか6時ぐらいに終わるもんかと思ってた。あとフカヒレもありますよ、ここ。面倒になる。いや大丈夫大丈夫、あの飯は絶対食うから。マグロマグロ。暗くなってくるとあんまり見分けつかなくなってくるな、遠くが見えないから。じゃあ宿の前までやってから一旦この配信切りましょうかね。電車の、またいやらしい言い方するけど、お金落としてやるぜ、落としてやるぜ、落としてやる、ドロップマネー。何ツイート？あ、今のは中の情報かな。ありがとうございます。とりあえず分からずに言ってるけど、ありがとうございます。暗いですね。金を通す。100億はちょっと今日手持ちがないな。あ、こっちも店ある。結構やってますね、店。3万、ちょっとここは復興屋台村気仙沼横丁。あ、これもいいな。ここもいいんじゃないですかね。エンドロップ。年収900万がどんどん落としてやるで。本当に直接個人に落とす感じですね、それは。真っ暗になりましたね。ここもいいな、ここ来てみたいな。おお。あ、仮店舗って、ここであのマグロ屋さんもやってるんですかね。やった。あ、これなんかいいな。じゃあ後でちょっと迷ってるとこまで放送すると、皆さんがいろいろどこ行けとか、どこにいた方がいいとか言い始めるので
夕食はここかな。え、土曜に、あ、さっきのあの上のやつ。そう、落とす落とす。うわ、バス停がなんか水に浮かんでる。水というかバス停が水たまりの中にある。マグロ祭り、この辺りなんかほんと池みたいになってますね。全部、うわ、塩の香りが。うわ、早く食べ、後で後で。うわ、見えますかこれ、財布。綺麗っちゃ綺麗だけどな、恐ろしい状態だよなこれ。地盤沈下でこうなってるんですかね。うん、宿より飯、逆だろそれ、逆だろ、飯より宿。津波でというか地盤沈下が原因と今言われましたよ。お鍋屋さんどこだ。あ、やっぱり家が減ってる。明らかに前来た時よりも家がない。でもさっきの状況見たら当たり前なんだけど、でもやっぱり前泊まったところの周りがこの状態っていうのは結構すごいな、ショックというか、なんちゅうか、いや、やめとこう。ですね、これのこっち側のブロックのすぐのとこです。まっすぐ行った方がいいかな、これは。そこの成功堂っていうところももうやってないみたいですね。追いやれた。地盤沈下でこのなってるらしいです。うん、結構ちっちゃいようです。海面上昇だよ。海面上昇は、あ、宿までもうあと1分ぐらいです。走れば。まだまだ街灯は少ないです。街灯、うん、そうですね。宿はもう決まってるんですね。うん、宿は前来た時と同じ宿です。ただしそこもすごい被害があったんで、今復興してというか、あの震災の時の取材でですね、それが記事になってるんですよ。どっかのメルマガに載ってる記事として確か検索で見つけたんですけどね。大鍋屋本館っていうキーワードと、震災と、あとなんだろうな、あとおかみさんとかで検索すれば出るんじゃないかな。感慨深い。そう、それもあって、まあ予約したの昨日なんですけどね。あ、食堂とかもやってるな。フカヒレラーメンだ。前来た時これ確かこの辺りやってたかな。あれかな、旅館って書いてある、多分あれじゃないかな。街灯が、あ、そう映ってますか今。私はあの LED のあの着色なのがよくわかる。ここだ。あ、こうやって見るとあまり変わって見えないな。前この右側のところの車庫に入れさせてもらったんですよ、自転車。こうやって見るとわかんないな。着きました。中でおかみさんがあれ待ってるのかな。左右に体重移動しながら待ってる女性がいる。でもこれ1階部分はなんかすっかりいっぺん流されたらしいんですよ。壁だけ残して。お疲れです。到着です。到着です。おかみはは、うん、着きますか。はははは、上の窓から、窓誰かがカーテン閉めてる。おかみはそうなのか。前泊まったのどの部屋だったかな。知らんけど。あとここ近くに女子校がありますよ確か。今高校として機能してるかどうか知らないけど、女子校ですよね。ていうか、なんてタイミングで、なんていうタイミングでコメントするんだ。女子校行ってみよう。浸水の跡とか残ってるのかな。土曜、あ、そうですね。女子校は今日は女子高生はいないですね。全国何百万の女子高生ファンだっけ。じゃあ
ここで一旦放送終わりますね。女子校配信頼む。俺は男子校に興味ある。男子校に。あー、オツでした。あ、こんばんは。恥ずかしながら帰ってまいりました。ちょっとじゃあ放送終わらせます。おかみさんが行くなんて。ちょっと最後に、これで。じゃあありがとうございました。おまわりさん、この人です。ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあ GoPro もここで。